こんにちは、トです。今日は英会話初心者が一撃で英語ペラペラになる魔法のレッスンについてお話をしていきます。 で本当にですね、あの僕、今までその500人以上の方に英語の資料をしてきたんですけれども、あのこの方法を知らない人に、この方法を伝えることで、本当にですね、一撃で英語がペラペラになりましたと、まあ、そういった声をですね、多数いただいているので、あのですねまあ、本当かよ、そんなの本当かよって今思うかもしれないですけど、まあ、絶対に英会話に役立つ話になっているので、必ず見てください。 僕も長いことです、ね、英語を指導していると、まあ、よくです、ね、いただく悩み相談というのがあります。でそれは何なのかというと、まあ、特にスピーキングになると要は自分の言いたいことを英語にできないですとか特にその自分の言いたいことが複雑になったりあとはちょっと説明的に長くなったりするともうそれがです、ね、どうしても英語にできないですという悩みをよく いただくんですけれども、まあ、今回のまあ方法を使っていただければそのあなたがですね何かこう説明したい時とか長い文章とかこう複雑なことを言いたかったとしても,もうそれをですね一撃で一瞬で英語,は変英語にまあ変換できるようになるのでぜひです、ね、楽しみにして、えー、このまま見続けてください。 それで今日の話の前提なんですけれども、まあ、この動画は初心者さんに向けた動画なので言いたいことは日本語で思い浮かぶそしてその日本語で思い浮かんだ言いたいことを英語に変換する、まあ、そういったところの前提で話をしていきますまあですね英語で英語を考える英語のみたいな話もありますけれども、まあ、初心者さんにはそれはもう無理なので,で上級者の方であってもまあそれがですねほぼ全部100%英語で考えてもう全部英語で話してるっていう人は、まあ、ほぼ皆無なので、まあ、そういった でですね、詳しい話はもう別のビデオでしてるので、まあ、概要欄に貼ってあるので、まあ、英語の方がねどうたらこうたらって話はそこからまた見てくださいそれで言いたいことを一撃で英語に変換する方法なんですけれども,もうこれはです、ね、例を見せた方が早いと思うので例を見せますじゃああなたがです、ね、仮に、えー、私は、えー、次のトーナメントのために毎週日曜日にお父さんと公園でテニスの練習をします っていう文をですね、まあ、英語に一撃で変換したいとしましょう。で、この文はかなり長いので、あの、まあ、初心者さんの方であれば、なかなかですね、最初は、えー、難しいと思います、えー。英語に変換するのがね。まあ、これはでもですね、まあ、正直簡単な文っちゃ簡単な文なので、時間をかければいい、えー、できるかもしれないですけど、まあ、実際の会話っていうのは、もうテンポが命なので、要は時間をかけて英語を考えてる暇なんてないわけですよね。 だから今言ったような長い文章であっても,もう一撃で英語に変換していく必要があるわけですよでそれをですね今からじゃあ一撃でどうやって変換するのかその方法をお見せしますそれで一撃で英語に変換する方法なんですけれどもその肝はですね誰がどうしたを先に決めるってことです先に見抜くってことですよねつまり今は例えばですねなんかこう私は 次のトーナメントのために毎週日曜日にお父さんと公園でテニスの練習をしますっていろいろバーって長いこと言ったんですけどまずですねこの文の誰がどうしたのかっていうのを見抜くんですよであの誰がどうしたっていうところがですね英語では文の骨格になることが多いんですねでそこのですね誰がどうしたっていうところさえまずですね英語にすることができれば あとはですね、もうそこは文の骨格なので、あとはもう全部飾りみたいなもんなんですね。だからその文の骨格さえ見抜いて、その文の骨格さえ最初に英語にしてしまえば、あとは飾りなので、もうですね、適当にこう、その骨格が決まれば、その骨格に対してですね、あと飾りはもう,こう後ろからこう、ちょん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 適当にですね、もう順番なんてどうでもいいので、もうつけていけばいいだけなんですよ。うん。まあその話をちょっと今からしていきます。 つまり文の骨格さえ決まればあとは全て飾りなのでもう後ろからですねちょん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 つけていくだけでえもう勝手にですね英文が完成されるってことですなのでまずはですね文の骨格を見つける必要があるんですけどじゃあさっき言ったねえ私は次のトーナメントのために毎週日曜日にお父さんと公演でテニスの練習をしますこの骨格はどこでしょうかもう簡単で誰がどうしたっていうのを 何、えー、て言うんですかもう見抜けばいいだけなので、えーまあ、当然私がなんで私がが誰かってことですよねまあだから私がってなってじゃあ私が何をしたのかっていうともうですねあの今言った単語とか今言った文に出てきた単語とかも全部無視していいのでもう単純に私が何をしたかだけ引き抜いてくださいでそうするともうめちゃくちゃ簡単で要は私がテニスの練習をしたこれが 要は誰がどうしたかっていうところの文の骨格ですよね。それで文の骨格が決まったらまあ私がテニスの練習をします。この骨格が決まったらもうこれをですね単純にまず英語に変換しますで。これはもうめちゃくちゃ簡単ですよね。単純に I practice tennis ですよね。 で、この I practice tennis っていうのが分かったら、もうそれが文の骨格なわけですから、あとはですね、残りの英語なんかいろいろありましたけど、それをですね、こう後ろからただ適当にですね、まあ、順番どうでもいいので、もうつけていったら、勝手にですね、文が完成します。で、残りの英語は何なのかっていうと、まあ先ほどですね、次のトーナメントのために言ってあったんで、えー、For the next tournament ですね。For the next tournament。で、 あのまあ他にも例えばお父さんとってあったんで、with my father ですよね。で、あとは他にも、まあ何だっけ、毎週日曜日にってあったんで、every Sunday ですよね。で、あとはまあ公園でってあったんで、in the park ですよねで。あとはもうそれをですね、単純に後ろからつけていけばいいだけです。もう順番どうでもいいので。で、これをですね、一応文にすると、I practice s e n s with my father for the next tournament in the park every Sunday. っていう感じになるわけですよ。で、これ簡単ですよね。最初にもう、I practice tennis っていう骨格ができたら、あとはそれに対してですね、もう適当にもうどん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 つけていけばいいだけで、もうこのつけていく順番なんでどうでもいいんですよ。例えばですね、先ほどは、I practice tennis with my father みたいな感じで、I practice tennis のあとは、with my father って言いましたけど、あの後ろの方で言った、every Sunday っていうのを先に持ってきてもいいわけですよね。ただ、例えば、 I practice every Sunday tennis みたいな感じで先に持ってきてもいいわけですよあつまりもう後ろの順番なんてもうどうでもいいんですねもう極論言うとだってそれで意味が通じるから別にね後ろの順番が多少変わったところで今ご説明したようにもう誰がどうしたこの骨格さえ決まっちゃえばあとの飾りはもう順番なんてどうでもいいのでもう適当にですね後ろからつけていけばもう勝手に自動的に英文が完成する、まあ、そういったパターンが非常に多いです で当然です、ねこれの、自然あの、なんていうんですか、もう順番なんでどうでもいいって言いましたけど、もちろんです、ね、英語的に考えて、まあ、大体こういう感じが自然なんじゃないかなっていうのはあります。 ただそういうのっていうのはやっぱりですね、多くの英語に触れて慣れてきて、まあ、徐々にですね、分かってくるもの、分かっっててくるっていう側面もあったりするのでもう最初からですね、そんなこと考えすぎなくていいです。とにかく初心者さんっていうのはもう通じる英語を話すことが最初はすべてなのでもう今言ったこの手法を使うことによってですね、もうどん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 んいろんなですね、自分の言いたいことを英語にですね、一撃で変換していってください。 まあそれでね英語って何でこんなことが可能なのかっていうと英語っていうのは主張を先に述べる言語なんですねだからその骨格が一番前に来てもう後が飾りまああとは何て言うんですかね主張が先に来てその主張を詳しく述べるものが後ろに来るんですよね英語ってだから最初さえですねドカーンと決めてしまえば別にあとはですねもう適当にくっつけても そのままですすねねしっかりとと通じるる英語になることが多いんです、ね、でもこれ日本語とはですね逆なんですよね。日本語って主張というか結論最後に言いがちな言葉なので例えばさっき言った「私は次のトーナメントに次のトーナメントのために毎週日曜日に公演でお父さんとテニスの練習をします」って言って「テニスの練習をします」ってこのあれですよね要は誰がどうしたのどうしたの部分を一番最後に言ってるじゃないですか。 だから日本語ってやっぱりですねこう遠回しに伝えるようなまあなんかそういった何て言うんですかこう日本独特のまあそれ風潮というかまあそういうのがあるのであのそういった言語なんですよ。まあそんな感じでですね今日話したようなスピーキングのテクニックっていうのはまあ一撃でねまあ変換する英語に変換するテクニックだったりそういったテクニック系っていうのは実は複数あります。 っていうのもまあですね、今日言ったテクニックでもう全範囲を別にカバーできるわけではないので、まあ、そういったですね、テクニックの数々も、まあ、今後ですね、しっかりこの YouTube などで配信していくので、まあ、そういったのをですね、しっかり知りたい場合はですね、チャンネル登録をしていただいて、で今日の話がですね、役に立ったと思ったらですね、グッドボタンを押してください。で、あの本格的にですね、英語を聞けて、そして話せるようになりたいっていう場合はですね、僕があの、LINE アットで、 あのまあ、概要欄に貼ってあるんですけど、その LINE アットでですね、あのまあ、僕は本格的な英会話レッスン、まあ、英会話講義っていうのを無料で配信してます。なので本気でですね、英語を聞けて、そして話せるようになりたいと思った場合は、その僕の LINE アットに登録して、その本格的なです、ね、英会話の講義を無料で受け取ってください。それではですね、今日はこれで以上になるので、えー、ありがとうございました。